皆さんこんにちは、あおいです。はーい、今日はスカーフアレンジを紹介していきたいと思います。よくインスタグラムでスカーフを巻いている時に巻き方を教えてくださいって質問をいただいてたので、今回は巻き方を紹介していこうと思います。で、首に巻くことがほとんどなんですけど、首に巻く巻き方と髪の毛でも使える巻き方を紹介していきます。では初めに、折り方のベースがありますので、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、ではですね、先ほどの折り方で折ったこのスカーフを使って巻いていきます。じゃあまず首に巻いていく、私がよくするのが2つあるんですけど、そのうちの1つを紹介していきます。このスカーフはマウジーです。最初は首の後ろに持ってきます。で、真ん中でもいいですし、右でも左でもいいんですけど、私は左が好きなので左で、まずは1回くるっと巻きます。あ、結びます。で、もう1回結びますっていう、2回結ぶだけ。はい、これがよくする巻き方の1つ目です。わかるかな、こんな感じで、シンプルな服装の時に巻くようにしてます。あるのとないので全然違うので巻くようにしています。で、ここがポイントは、ここがあんまり太くなりすぎないように細めに折るのがポイントです。まあ、こうやって真ん中にしてもいいですし、好きなところで巻いてください。で、スカーフ選びのポイントなんですけど、私は結構肌なじみがいいようにブラウン系とかが多かったりします。あとヴィンテージっぽい感じに見えるように、こういうオレンジとか茶系が多かったです。ではもう一つの巻き方を紹介していきます。レオパードちゃんで次は巻いていきたいと思います。こちらのね、レオパードもマウジーのスカーフなんですけど、もうちょっと完売していると思いますね。これを先ほどの折り方同様でで、今度の巻き方の方が結構首が詰まって見えるので、細めにスカーフを巻いてください。では次は首の前に太いところを持ってきて、後ろで1回結びます。こんな感じですね。で、そのまんま後ろでリボン結びをしてしまいます。はい、じゃじゃーん、もう一つの巻き方完成です。これだけ、ただ後ろでリボン結びをしています。で、難しい方はこのリボンを最初にもうここで作っちゃいます。こういう感じで作っちゃって、これくるくるって回しちゃえば OK なので、難しい方はそうやってやってもらっても大丈夫です。で、これもポイントが、太く巻きすぎると首がすごい太い、なんていうの、短い人みたいになっちゃうんで、細めに巻いてあげることがポイントです。で、これがあるだけでちょっとおしゃれになりますね。で、さっきの方が結構お姉さん巻きだったんですけど、こっちの方がちょっと なんて言ったんですかね、個性的な雰囲気が出せるかなっていう、スカーフの柄もそうなんですけど、すっきりした感じに見えると思います。はい、首に巻く巻き方はこれです。基本的にこの2つを、どちらかやることが多いです。巻き方としてはそれだけですかね。普通にほんと結んでるだけです、リボン結びか。で、こんな感じのスカーフだったりとか、あとはですね、髪の毛に巻くことがある時もあるんですけど、そういう時はちょっと大きめな、さっきのスカーフの倍以上大きいスカーフですね。これはこれはヴィンテージですを用意してあげるとすごく巻きやすいので、髪の毛に巻く方、髪の毛が長くてお団子して巻いたりとかする方だったりとか、短くて飽きた時とかに髪の毛にね巻いたりする時とかは、大きめのスカーフを用意していただいた方がやりやすいと思います。で、大きなスカーフもさっきと同様の、折り方で折っていってください。で、髪の毛に巻く時はですね、私個人的になんですけど、耳をちょっと隠してあげた方が、こういう感じで、こうやってこうですね、適当に一つびっくりして、こういう感じで持ってきて、耳が隠れるように。こういう感じで
巻いてあげればいい感じかと思います。なんか動画じゃちょっとうまく伝わらへん、こんな感じ。なんかちょっと耳が隠れてる方が可愛いと思うので、こうなんかこういう感じで出すよりもちょっとね、ちょっとほんの隠れるくらいでであげてください。で ここはちょっと太めの方が可愛いので、首に巻くのとは逆でちょっと太めに巻いて折るように意識してあげたらいい感じになると思います。はい、ということで私の簡単スカーフ巻き方紹介でした。ね、完全に自己流なのでいつもこんな感じで正しくわからないんですけど巻いております。でスカーフはこういうシンプルな服装だったりとか、ちょっと首元が開いてるやつに巻くのがおすすめです。最初はちょっとね、見慣れなくてキャビンアテンダントさんを想像しちゃうかもしれないんですけど、あの巻けるようになったらあのコーデのポイントになったりとかしますので、ぜひやってみてください。でスカーフは私マージーをよく見たりとか、あとは古着屋さんで買うことが多いです。古着屋さんだと大きいスカーフからちっちゃいスカーフまでいろいろあるんですけど、お値段がね480円ぐらいでこの間売ってて3つぐらい買っちゃったんですけど、お手頃な価格で買えるので、初めてチャレンジする方とかはぜひ古着屋さん、ヴィンテージショップ見てみてください。参考になるかわからないですけど、ぜひこの巻き方してみてください。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。